どうもパートナーチャンネルです。どうもでーす。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。今日は、毎週恒例ですが JLPGA、ツアー女子ツアー選手優勝された方の優勝クラブセットをご紹介していきます。お願いします。お願いします。やば、噛んだというか本日は、宮里藍選手の冠の試合、すごいですね。すごいですね。宮里藍サントリーレディス、なんだっけ、伊藤園、それ違うってさっき言ってたから先導されちゃったサントリーですから。六甲国際ゴルフクラブ兵庫県で行われた試合ですね。優勝が大里桃子選手、はい、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。逆になってる。最初からちょっとグダグダ感。いやそうですね、ちょっとじゃあここで ね中ペディアでシュッとしていただいて、はい、まあ、今日もちょっといろいろ省きましたけど大里桃子プロですね、熊本県出身になります。でまあ、やっぱり8歳から父のコーチのもとでゴルフを始めたそうですね。で、まあ、それ以外にも、水泳、バスケ、陸上競技などを、経験されていて、さてちなみにこう聞いて特技は何でしょう？ダンクシュート的な。そこ結構身長もある方ですよね。身長もある方ですね、はい。俺よりでかいと思って見てましたよ。で、まあ、ちなみに特技がピアノということですね。すごい。はい。いろいろやられてますね。で、まあ、で、小学生からゴルフ競技大会に参加していて、まあ、熊本県や九州地区のジュニア大会で優勝の経験があるということですね。で、まあ、高校生の時のはちょっといろいろ経歴も色長くて、ちょっと省略させていただきますが、まあ、一応やっぱりね、支部のプロとかとの、高校時代の、高校との、対決とかもあったんですね。で、2017年の5月にアマチュアとして中京テレビ、ブリヂストンレディスオープンにおいてローアマチュアを獲得。で、同年の7月に LPGA 最終プロテストに進出しましたが、一打及ばず。で、同年12月の LPGA ファイナルクオクリファイングトーナメントを16。QP ってことじゃないですか。そのまま書いちゃった、ね。で、まあ、こちらを16位で通過したことによって2018年前半のツアー競技に出場資格の権利を得るという形ですね。で、2018年7月に挑んだ LPGA 最終プロテストを3位で、合格で LPGA 90期生と、なったそうですね。で、同年の8月、キャットレディスにおいて初優勝です。2021年に保険の窓口レディースではプレーオフ、まあ、結構雨が降ってた中でのプレーオフ3ホール目でバーディーを奪って、2年9ヶ月ぶりとなる、2勝目で今回で、またちょっと期間来ましたが久々の3勝目と、いうことですね、はい、以上ですね。そういまいち QT とかのシステムが分かってないんだよな。確かに難しいというか、いまいち分かってないんだよな。ヒューガさん、 QT って勝つっていうかプロテと QT とのなんか分かります？あ、 QT のランキング上位ですか？それとプロペは別ですか？あ、別なんだ。QT で上位になったからプロ宣言できるとかでもないってことですか？だそうです。今日のスコアが、今日っていうか今回の
大里桃子選手のスコアが6573、7167と最初と最後でちゃんと締めてます、ね、そうですね、うん、そうパット数が272929252、平均で 27.5 パット、だパーオン率がすごい高いんだろうな、うん、ってことですよね、うん、ですね、ワンオン、あーワンオンってことないか、一応契約がボール契約がブリヂストンで、ウェア契約がジャック・バーニーで、シューズ契約がナイキとなっております。そんな大里桃子選手の、クラブセットやばいぞなんかまずはドライバーこちらですね、 G430 の LST、 おー LS なんだ、の9度こちらをお使いですね。でシャフトが早い。シャフトがこちらですね、ディアマナ、まあ、クラブ契約はされてないような感じなんですが、ディアマナ WS の 6S ですね、こちらをお使いです。で今回の宮里愛サントリーレディースの平均が250ヤード、 248.7 ヤードか、250ヤード、そこまでハードヒッターではないけど、けど飛ぶよな、うん、飛ぶ、うん、そうっすよね、平均で250打つって、うん、まあまあな、飛ばし屋って言えば飛ばし屋にも入りそうな、うん、今みんな飛ばすからなんかそんな感覚になってるだけですよね、うん、だけだと思いますね、平均だもんな、うん、安定して250ヤード打ってる感じだったな、4日間見たら、うん、こっちなんてね、250ヤード飛ばしたと思ったら次のねコースなんかね、帯いちゃってる、ね、あーっつって、そうそうそう隣で収まってればまだいいけどね、危ないっしょ、危ないっしょじゃあそれで、ヒアウッドの方ですね、こちら G425 の MAX、お使いになってます。ここが何番かが発表がなくて、はいはい、編集してる時に分かったらアップします。そうシャフトはシャフトもなかったのか、あシャフトもなし、まだかな、うん、まだ出なかったな。でユーティリティが410、こちらをお使いですね。で、4U、5U、6U。ユーティリティを使うのがめっちゃうまいんだろうな。まあでもね、やっぱロングアイアン使うよりは、ユーティリティで球も上げてった方がグリーンも飛びやすいですし。女性選手だったら余計そっちの方が。こういうのがやっぱ参考になるよな。で、シャフトが NS850 のネオ。で、フレックスが S。フレックスですね。でアイアンの方ですね、ちょっとまあこちらですね、今回初じゃないですか、初ですね水のプロの243ですね、シャフト NS950 ネオの、S を使われてます。番手がこれも 6P だったと思います。 6P か、どんなアイアンですか一回お店に入ってきてるんだよな、そうなんだ、うん、確かすぐなくなっちゃった。ミスノのアイアンは回転めっちゃ速いですね、うん、結構速いですね。でこちらあとウェッジで50度はほらこっちで S159 の50度で、54度58度がこちら、ピンフライド4違うなグライド 4.0 でシャフトが50度54度が、NS ネオ950ネオで58度がダイナミックゴールド S200 っていう設定ですね。あとはパターか、あこちらパターはこちらホワイトホットバーサー7、バーサー7縦線のやつですよ。ああはい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 、ずっとこのパターを使われてるような感じがする。買えないんだな、ねうんまあ、パターはフィーリングですかね、まあですね。で最後ボールがこちらツアー B の X、まあ、ちょっとボールネーム会をやらせていただいたのでこのなんだっけパターのパッティングラインっていうかこれ入ってるのがまだ在庫ありますんでぜひお早めにでボールがツアー B X
ですね、はい、というのが、宮里愛サントリーレディスを優勝された大里桃子選手の優勝クラブセットです。優勝おめでとうございます。おめでとうございますまたの活躍期待しておりますご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思っていただいた方はぜひグッドボタンお願いします。お願いしますチャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。ぜひお願いします。お願いします。